大西学園生徒会快速不足その4、寄せてあげてに騙されるな。寄せられるほどあれば十分だよね。会長がいなくてよかったわね、津田。本当に。はい、というわけで、うん、うい、今日も、うん、今日もこの3人で、はい、またバンド活動に勤しんでる。そう、まだ言うか。あの二人を置いて。違う、違うよ。そうだ、頑張ってんだよ。そうだよ、頑張る。みんな頑張ってんだよ。そうだよ。え、何頑張ってるんですか。なんかいろいろだね。そう、我々はこれを頑張りましょう。そうだよ、私たちはこれを頑張ろうっていう。頑張る、ね、何言ってるんですか。まあ、ない、さあ、読んでください、読んでください。はい、こちらは大西学園生徒会室からお送りするラジオです。本日生徒会室にいるのは私津田貴俊役の浅沼慎太郎と津田琴美役の下田麻美と萩村すず役の矢作さゆりです。はい、4回目、あ、そう、4回目、4回目ですよ。はい、はい。暑い、暑い、暑いね、夏ですから。飲み物でも飲みつつ、そうだ ね、脱水症状、脱水症状になるからね。あ、俺間違ったこと言ってる。うん、なんで今笑ったの。いや、ちょっと甘噛んだかな。全然言えてたね。ならいいわ、言えてたなら。なんか夏らしいことしましたか。夏らしいこと、なんだろう、何もしてないの。まあもちろん僕らみんな全裸なんですけども。全裸ですけどね。全裸夏らしいことなんだ。そうです、一応。風邪ひいちゃうんだよね。はい、はい、じゃあ夏らしいこともこの後お話していきましょう。はい、はい、アニメ生徒会役員どもが全部わかるラジオ、略して全裸。はい、というわけで、まあ、うん、例のごとく、はい、この番組は、うん、普通おたしかねえと。ないぞー、ないぞーと。自由だ。自由だ。自由だよ。どんだけ作家さんが楽してるかっていう。はい、言うな、言うな。言わないでいたけど。あ、そうでもないんだって。あ、そうだよね。大変だよね。相当来てるらしいよ。あ、うん。メールね、すっごい届いてるって聞きました。うん、ね、そうだね。うわ、すごいよね。一日何百通とかそんな。うわ、すごい。大人気番組ですね。それをね。はい。うん、選ぶだけでも大変なわけですよ。うん、ほら、中には楽とか言っちゃいけなかった。そうだね、はい、そうだよ。すいません、中にはこうね、P 入れてもダメだろうっていうメールも来てるでしょ。アウトな、ね、どうせね。そうね、うん、そんなのばっかり言って。ひどい。僕らの目に ね、ちゃんと触れないようにちゃんと選定してくれてね。そう、ね、すいません、ありがたいことです。ありがとうございます。はい、というわけで早速、あの、大丈夫なメール大丈夫な、大丈夫なメール。大丈夫ですか。はい、生徒会ネーム、筋肉ビューティフルさんからいただきました。ありがとうございます。アニメ見させていただきました。ありがとうございます。スズヘッドというのが僕は気に入りました。あー、あの画面の、画面の下のとこにいますよ、ね、頭だけが映ってる矢印がね。さて、皆さんに質問なのですが、好きな人に告白するときにキュンとくる言葉なんてないでしょうか。よければいいアドバイスをお願いします。おー、1通目からいきなり、あー、もうキュンときちゃったね。筋肉ビューティフルさん告白するのかな。ズルン。でも筋肉がビューティフルなんでしょ。もうこれ武器じゃん。生かした、もうカチカチやぞしか思い浮かばないわ。ね、マッチョな人ってどうなの。え、私、そうそうそう、マッチョ、あの、女の人ってさ、うん、両極端じゃない。あ、そうだね、マッチョ絶対ダメっていう人と、うん、まあ、なんかマッチョってツルツルしてるマッチョってあるじゃないですか。なんか、ね、なんかオイル塗ってるんですかね、わかりませんか。なんか光ってる、 あれはダメです。いや、それ、それ、街中にそんな人いなくない。こういう、こういう競技やる人でしょ。そうなんだ。なんであんなに光ってんだろうと思って、でも塗ってんのかなって。アリが寄ってきちゃう。わかんないけど。アリ寄ってきちゃう。でも、どうなのかな、なんか、見せびらかさなかったら、私はあり。マッチョあり。うん。なんか、あんまりにもこう、ピクピクする、させてきて、なんか、はーい、ハニーと言って、ピクピクみたいになっても。もう、はーい、ハニーがダメだと思う。はーい、ハニー、はーい、ハニー。なんか、私の方が逆に、わ、ピクピクしてるって気づくぐらいならいいんですけど、で、あ、ほんとだみたいなノリはいいんですけど。胸をわざと動かすとかね。いや、それはちょっとやめていただきたい。おみちゃんは。私なんか好きそう、マッチョ。なんかダメ、なんか。ほんと？あのね、風に吹かれて倒れちゃいそうな人を私が支えてあげたいと思うタイプの人間だから。もやしみたいな。うん、どっちかというとね。うん、ぽよんぽよんは？え、どういうこと？ぽよんぽよん。ぽっちゃりってことですか？うん、あー、でも、マッチョよりは、うん、そっちの方がいい。あー。どっち？ガリガリと。どっちだろう？ポッテポテト。
ポッテポテ。ポッテポテか。ポッテポテです。ガーリー、じゃあ二人は喧嘩しないね。そうね、うん。これからも仲良く。ガリガリとポテポテしかいないみたいな感じになっちゃったけど。そうか。そうだね。一応ポテポテも大丈夫っていう。大丈夫なんだ。はい。なんか男の人なんで、女の子を支えるのに、ある程度は体格が欲しくない？でも支えてあげたいの。私支えてあげたい人だから。あ、そっか。うん。こう見えてね、矢作ちゃんはね、うん、相当なスポーツ少女ですからね。あ、なんかやってたんだよね、ソフトボール。今の、その手の動きがね、すごい面白かったけれども、ね、ソフトボールの動き。ソフトボール、ソフトボールやってたわ。うん、やってたから。スパーンっていうやつですよ。うん、パーン。そうだね、うん。相当な速い球を投げるイメージだよ。うん、いや。なんか告白するときにキュンとくる言葉。これほらでも筋肉ビューティフルさん男の子だから、うん、女の子の意見が欲しいと思うんですよ、うん、で俺も知りたいし、うん、でもさ人それぞれだよね、うん、これこそねなんか、ね、私はさ、うん、遠回りに言われるのすごく嫌なのね Me too Me too 本当になんかはっきりさなんかもじもじされるってこうわ、うん、かるすごいわかるなんかずっとああいう時からみたいなこう回りくどいんじゃなくて、うん、好きだってはっきり言ってほしいよね言ってほしい、うん、やっぱそこの男らしさが出るところだ、うん照れてるところはダメなんだ。照れながら、僕と、みたいなさ。うん、別にダメってわけじゃないけど、うん、言われて嬉しいけど、うん、結果的には好きって言ってくれてるんだから、うん、なんか倍嬉しいよね、うん。そうだね。確かに、何が言いたいのかわからないっていうパターンが一番ダメだと思います。そうだね。でも、はい、あれでしょ、俺様的なのは嫌でしょ？どういうこと俺様って。そんな、ガッとついてこい的なさ、ちょっと、どうせお前どうせってことねえかなんかこうちょっと自分大好きみたいな感じはダメでしょジャイアンみたいなジャイアンジャイアンは自分大好きまあ自分大好きか、うんうん、なんかこう言うことを聞いてついてこいみたいなタイプはちょっと勘違いしてる本当にできる人だったらいいと思いますけど、うん、そうでもないそうでもないパターンなんていうか、うん、なんか、うん、震えながらみたいなのは嫌ですなんかね震えながら、おれ、俺が来いみたいな。そんなやついる？そう、なんか、でもしてんじゃないの？その大丈夫？07分21秒になりました。突然ですが、生徒会ネーム、K さんからいただいた、あそこに響く言葉。マンモグラフィー、マンモグラフィー。以上、07分21秒の時報でした。大丈夫？キュンとくる言葉、やっぱ褒めたりするのかな？ああ、褒める、うん。例えば。なんかさ、はい、あなたのここにキュンとしたんですよ。だから、好きです、みたいなことじゃない。理由を言ってあげる。そうそうそう。ああ、でも理由が明確なのはいいかもしれないね。うん、あそうだね、うん。明確なんだけどどうかなって思う、うん、やつとかもあるでしょ。あなたの二の腕が、まあ。お母さんに似てるんだとか、最悪じゃん。いや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 、それは嫌。それは嫌だ。もう、え、なんだ、逆にどうですか？女性にこういうこと言われるとキュンとしたとか、うん、こういうこと言われたいとか。キュンとくる言葉、言われたい、うん、ああ、言われねえからな。なんだろう。願望でもいいですよ。うん。願望？はい。願望か。こういうシチュエーションでとか。なんか漫画の見過ぎみたいになっちゃうよ。そんな、どうせ。みんなそうか。みんなそうだよ。ね、キュンとくる言葉。あのね、全然告白の時じゃなくていいんだけど、はいはい、別にその人が自分のこと好きだと思ってなくてもいいんだけど、うん、いい匂いしたって言われるとドキッとする。ああ、嘘って思う。ある。なんかね、俺もそのすれ違う時にこう、うん、シャンプーの匂いとかすると、うん、あって思うのね、うんうん。だから自分がそういう風に言われると、うん、ありがとうみたいになる。そして恋が始まる。おーみたいになるね。でもさ、ね、で告白するときにさ、うん、君の匂いが好きなんだ。ああ、そうだね。それはちょっと嫌だ。それはちょっと嫌だよね。でもまあ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 、それはちょっと変だけど、うん、まあ褒めたりしたらいいんじゃないの。まあそうだね、うん。褒められたら嬉しいよね。うん、褒めるべし。褒めるべしですよ。うんうん、まあ間違えた褒め方しちゃうとあれだけどね。はい。うん、なるほど。じゃあ次行きますか。はい、うん、はい、生徒会ネーム、クラスではエロ男爵と呼ばれています。カミングアウト。そうだね。うん、はい。浅沼さんに質問です。お、はい、僕は先日学校で女子に何カップが好きと聞かれました。うん、浅沼さんは何カップが好きですか？ちなみに僕は C です。え、男でしょ？何カップが好きとかあるんですか？大きい、小さいとかだけじゃなくて。あのね。うん。
あんまりそのいわゆる成人じゃないんですよ僕は。成人って二十歳過ぎてるとかじゃなくて、おっぱい成人って言うじゃない。あ、成人そういうことか。何がどこかね、二十歳未満みたいなことかな、うん、じゃないのですが、うん、カップって何度聞いてもいまいち意味がわからないんですよ。ええ、それの意味がわからない、どういうこと。あの、うん、バストとは違うんでしょ。そうだね、バストの数字とカップのサイズってことか。そう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 、うん、そうそうそう。だから、うん、なんか大きいのにカップが小さいという人もいるわけでしょ。いや、カップが小さい人っていうのは、ね、多分いない。アンダーじゃない。アンダー、そうね、それそあ、アンダーとか、そういうことか。トップとか、まずカップの仕組みがわからないってこと。そう、仕組みが全くわからない。カップは、うん、アンダーとトップの差だよね。差ですね。そう、それを毎回言われるんだけど、うん、意味がわからないの。だ、アンダーっていうのは、うん、なんだこの番組。まあまあまあ、みんな勉強になるよね。男子ちょっとちゃんとメモ取って。はい。アンダーっていうのは、アンダー、はい、アンダー、はい。っていうのは、今私をマネキンにしようとしたの。今ちょっと、でもね、これ説明するのに、マネキンを使っちゃうと、ちょっと、あまりにもセクハラになっちゃうんだけれども、あ、ちょっと、あ、俺目つぶってればいい。後ろ向く？目つぶってればいい。はい、目つぶってればいい。はい、あ、ですね、アンダーっていうのは、この、うん、胸の、逆に見てないとなんか何してんだろうと思って、すげえもやもやするわ。ね、胸の、あの、下ですね。は、う、い、ん。あの、胸の下の。あばらの辺です。あばら辺の、ここ、はい、そうです、そうです、そこです、そこです。あ、浅間さん妙にすればいいんじゃないの。本当です、そうだよ。あ、そう、そこそこそこ、そこの、ここのライン。ここね。そうそうそう。うん、そこを一周したのが、アンダー。11分30秒になりました。突然ですが、生徒会ネーム、エターナルフォースブリザードさんからいただいた、大人の慣用句。たまに、キス。たまに、キス。以上、11分30秒の時報でした。アンダーです。そうです。これがアンダーのサイズ。はい。そこのサイズと、トップっていうのが、うん。とね、一番バストで高いところ。はい。はい、値段が？値段が。そんなロースとかカルビとかそういう場所に。あ、僕は下の辺がいいんだろう。一生懸命言葉を選んで説明しているの。一番バストで高いところです。セカラって言われちゃいますよ。A 地区と C 地区の間ね。そうそう。C 地区と C 地区。A 地区と C 地区の間が。の間の一番高いところがトップって言われる周りで。はい、トップね、はい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 。そことの、トップからアンダーを引いたセンチの、うん、その差で、なんかそれで基準が決まってるんだよね。うん、何センチから何センチまでは A、うん、何センチから何センチまでは B とかって、うん、そういう決まってて、はい、そう、トップの差でカップ数は決まります。はい、で、プラス、その多分、大きい人でも、その、小さいのっていうのは、多分そのアンダーが小さいっていうか、そのサイズの小さい人。ああ、そう、そうか、そうか。そうだね。下着がそうじゃない。うんうん。なるほどね。だから、トップが大きくても、アンダーが、なんか割と細いと、あんま大きく見えなかったりは、する。うん、そんなことはない？トップが大きくても、アンダーが小さかったら大きく見えるよ。あれ？あ、違うんじゃない？違うの？トップが大きくて、アンダーも大きかったら、そうそうそう、それか。したら、アンダーのサイズも、結構、なんて言うんだろうな。なんだろうね。差がなくなるってことだ。うんうんうん、要はあれだよね、細身の人は不利ってことだよね。うん、あ、そうです。そういうことです。はぁ、うん。でもさ、そういうことです。まあまあ、いないけど、極端な話、こういう人だったらどうするの？はい、どういう、ラジオ、ラジオ。いや、あの、なんだろう、あの、ねえ、もうさ、そのさ、アイスクリームの、手の表現はさ、セクハラだよね、私に言ったんだよね。散々俺らになんか言っといて、いきなりセクハラだって言うってどうの。セクハラされてます、私たち。ちょっと待てよ、今、レクチャー中だろ。全然セクハラされてます。全然恥ずかしい、セクハラされてる、私たち。じゃあ、ごめんなさい。違う。だから、あ、はいはい、アイスクリーム、ソフトクリームのコーンみたいな、うん、コーン、あ、ダメだ、商品名だ。ダメよ。ソフトクリームのコーンの部分みたいな、形の人はいないけど、うん、だったら、はい、すごい大きいことになりますよね。EFG、でも、それは、下着も、そういうの同じ形になってないと、なってないと、ちゃいますから。待って、朝もちょっと待って、なんか違うこと言った、わかるけど、わかるけど、やめようよ、そういう予言。そうだね。この辺の、まあ、よくわかんないけど、はい。すごいこの話盛り上がった。何カップが好みですか、だって。うん。あなたに聞かれてるんじゃないの、ね、そうですよ。浅沼さんに質問ですから。あん、かな、どっいって、うん。はい、関係ないぞと胸は、うん、関係ないよ、なんか疲れたけど、はい、次読むよ、はい、生徒会ネーム
風鈴はセンスで仰ぐさんからいただきました。いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。生徒会の皆さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、うん、こんにゃくゼリーを唇に当てると、キスしているような感覚になると噂で聞きました。うん、ぜひ、真相の究明をお願いします。余談ですが、うん、僕はキスをしたことがないので分からなかったです。というわけで、かわいい。キスしたことないから分かんなかった。うん、やってみたんだよね、きっとね。ね、分かんなかったって。うんうんうん、学生さんかな、うん、というわけで、うん、やってみるか。あのね、こんにゃくゼリーがね、あの、うん、ないもんでね、はい、あの、こんにゃくゼリーがなかったの。ちょっと用意できなかったもんでね、はい、あの、あれどこ行った？ あ、こっちか。あそこだ。あの、こう用意したよ。どこじゃ。よっ！うわぁ。ほらほら、みんな、試してみるがいいよ。はい。なんで俺最初なの？いや、なんか、じゃあ、朝ぽんは最後に取っといた方がいいかなと思って。ねえ、やっぱ、先輩ですから。あの、仕事上は二人の方が先輩なんだからね。どうぞ。はい。あいよ、ではでは。すごい匂いがするな。なんだこれ。え、色変じゃない？大丈夫大丈夫。違う違う違う。あの、普通のこの色じゃない、ね。え、でもこれなんか入ってる。鮮やかだよ。あ、そっか。あー、そっちか。なんか、海苔みたいですね。海苔入ってんじゃない？ねえ。さあ、じゃあその子。うん。はーい。あ、なんで食べるの？食べるんじゃないよ。なんでナチュラルに食べたの今。味しない。今メール聞いてました。ちゃんと聞いてた。唇に当てて、うん、キスしているような感覚になるって噂で聞いた。渡辺、うん、さんはかなり強引な性格ってことですね、きっとね。あ、もうしてる。どう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 で、どうどう何度も試しすぎ。チューしてる感じになった？あ、あのね、口に当ててる感覚。まあそうだよね。まあそうだよね。しかもね、味がねえんだよな。あの、うんうん、匂い的なものも邪魔してる気がする。鼻つまんならいいんじゃない？メモね、メモ、うん。なんか女の子想像してさ、可愛い女の子。女の子想像して、鼻つまんでやってみなよ。シノとか想像して。あ、そうだよ、そうだよ。ちょっとさ、可愛い子想像してるのに鼻つまむっていう時点でなんかもう変じゃん。ちょっと待って。なんか可愛い子に鼻をつままれてるっていう。わかったわかった。これすごい変な絵。うん。横から見てるの超面白い。それラジオなのがもったいない、ね。もったいない。今の写真になってほしいね。これね、うん、いやどうかな。違う？チューじゃない？じゃあチューじゃなければ何の感じ？あのね、うん、多分これ、うん、ゼリーの方がいいと思うよ。あー、あーだって。なんでかっていうと、ゼリーあんじゃんここに。あ、本当だ。これね、ちょっと、ちょっとやってみて、うん、なんて説明したかわかんない。やってみよう。あのね、うん、じゃあちょっと、私、やってみるよ。ボコボコしてんのかな。しまっちゃった。あ、でも唇と、そんなボコボコしてる女子は嫌だな。なんか、なんだろう。わかんないですよ。じゃあちょっとやってみるよ。頼もう。ちょっと目つぶって、うん、鼻つまんで、うん。うん大丈夫、見ないから。俺見ないから。つるつる滑ってるよ。お母さん見ないから大丈夫。なんか気持ち悪い。気持ち悪いって。どう？なんかね、うん、惜しい惜しい惜しい惜しくない惜しくない？え、どういう意味？惜しいって。あとね、多分ね、うんうん、温度もあると思うよ。あー、多分。なにこれ、ぬるい感じ。冷たい。うん、あー、凍えた女だ。凍えた、なんで、君らは男子を想像します。なんで目、カッと開いたまんまなんだよ。目つむんだよ。でも、今、ちょっともう一回。うん。うん。なんか、魚人とキスした感じ。あ、そうそうそう。そう、人じゃないんだよ。人じゃないの。魚なんだよ。わかるわかる。なんだろうね。なんか全体的に惜しいよね。うん。確かにちょっと冷たいですね、うん。ちょっと待って、じゃあゼリーで。ゼリーでやってみる？ちょっとそれ蓋開けて、その表面に、うん。これさっきなんか水こぼれてたよね。気をつけないと。あ、そうですね。なんだこれ。あ、いけたいけた。これどうやってやるの？そのままチュッとやればいいじゃん。おー。あ、やってもらいな。あ、そっか。私、今度は。自分のタイミングじゃなくて。今度は私、おはぎちゃんにやりますよ、じゃあ。なんやってもらったから。あ、スプーンあるよ、スプーン。違う違う違う。これを、このままペッてつけたらいいんじゃないの？あ、なるほど、うん。スプーン使わないで、もうゼリー本体で。うん、こぼれないかな？ちょっと垂れちゃうか。ティッシュ？ティッシュも。ちょっと待って。大騒ぎだな。あ、ティッシュ、ティッシュ。あ、ちょちょちょ。思春期みたいですね、私たちなんか。はい、ティッシュ、いっぱいあるわよ。ティッシュ、これどうするべき？こうか。あ、そうね、そうね。
おお。はい。来て。俺。待って、女の子にこんなこと言われるの初めてなんだけど。そらそうだろ。俺がもらっちゃってもいいのか。来て。なんだこの茶番。行くぞ。行くぞって言って、行くぞって言ってキスするの。さゆり、ずっと好きだった。ちょっと待って待って、強引じゃない、強引じゃない、勢いが強いんだよ。そっとそっと、もうちょっと、マイクバックもうちょっと優しい感じで優しくね、そっか、危ない危ないよこれ。お母さんちょっと飽きてきちゃったよ。じゃあお母さん、じゃあお母さんもうちょっとなんかこれ食べてなよ。美味しくないんだもん、味ついてない。行きます。あさぽん来て。ちょっと鼻についたんですよ。今鼻についた。あさぽん。でも全然さ、これこれより香り的にはいいでしょ。香りはいいね。違う違う、そういうものだよな。でもね、やっぱりクッキーよりね、ゼリーの方がね、滑らかだからね。だからなんだ、誰がキスしてる感じがした。え、誰がキスしてる。すごい唇をすごくケアしてる男の子に感じた。すごいリップクリームを超塗ってる男の子な感じかな。ちょっとじゃあ朝子やって。朝子やろうかな。なんかね、女の子の唇って感じがする。いくぞ。ドキドキするね。あさみ好きだ。え、マッシュバいいんですかね。え、なに、そういうキャラ。はい。なんか、でも、ちょっと垂れちゃった、ごめん、もう一回、ごめん、ごめん、ごめん、ちょ、待って、足垂れた、ごめんね。大丈夫、大丈夫。俺、席外そうか。あ、いい、いい、いい。ごめん、もうちょっとで終わるから、ちょっと待って。二人仲良さそうだけど。気持ち悪いよ。こっちの方が気持ち悪いですよ、これ。あ、本当？やる？なんか、いやいや、二人と関節チューンになっちゃうから、ギクシャクするじゃん、これから。そうか、じゃあ、やめ、じゃあね、あのね、結論としてね、あのね、嘘ですね。これ。でも、男の子の唇はもうちょっとザラザラしててほしいってこと？そういうことではない？いや、なんか、ここまで滑らかだと、ちょっと、なんか、あ、そっか、そっか。でも、女子はこんな感じの子もいるかもしれない。いるよ、これぐらいだったらいるよ、女子。いるかもしれない。いるいる。ちょっと潤しすぎてるから、あの、少し日向に置いといてからやると。そう、ちょっと表面乾かして、ゼリーの表面ちょっと乾かして。そこまでしなきゃダメかな。いや、だってしたことないって言うからさ、味わってほしいよね。そうだよ、よくわかんないけど。味わってほしいってなんだよ。なんかわかんないけど、なんかちょっと、わかんないけど、なんか力になってあげたいじゃん。キスはわかんないけど、よく言うのがさ、あの、車に乗っててさ、高速道路走ってて、手を出すと、あの、胸触ってるみたいな感じになるっていう。やったことあります？やったことあるけど、あれなんかさ、胸っていうか、なんだろう、ここがこぼ、何？この指と指の間を風がこうこぼれていく感じが、こんなことになるのって思うんだけど。え、違くない？手はさ、閉じなきゃいけないじゃなかったっけ、あれって。え、そうなの。23分10秒になりました。突然ですが、生徒会ネーム今なら桜彩学園の生徒会に入れる気がするさんからいただいた、あそこに響く言葉、ルーズボール、ルーズボール。以上、23分10秒の時報でした。え、違くない？手はさ、こう閉じなきゃいけないじゃなかったっけ、あれって。え、そうなの、そんな決まりがあるの。え、だってここんな手で。え、手閉じなきゃいけないとか誰も知らない。え、こうでしょ。え、そうなの？え、そうなの？あ、じゃあ、おっきいのが触りたいって人は、手を広げるんだ。手を広げた方がいいってこと？ああ。でもなんか、触れる感じを楽しむ。どっちかっていうと、その胸とかじゃなくて、もう完全に俺は水中だったけどね。ああ、でもわかる。水の中で手を動かしてる感じ。感じにしか感じなかったけど。まあ、やったのかよって話だけどね。そうだね。そうだ。そうなんだね。ほんとだ。高速道路で窓から手を出しながらゼリーにキスする。めっちゃ危ないよ。誰かに手伝ってもらわないとできないですからね。さあ、そういうわけで。じゃあ皆さんもこういうのを募集したらいいんじゃない？そうだね。これはちょっと中っぽいぞとか。うんうん。似た感覚のもの。疑似ラブストーリー的な。ラブストーリーもの。そうだね。ぜひ。あの、女子の頭を撫でてるような感じだぞとかさ。女子の。まあ、それぐらいはリアルにやってくださいよ。男子の頭撫でりゃいいんだよ。そうだよ。さらさらな。ちょっと猫系な人だと完璧だよ。まあ、なんかそういうちょっとね、あの、キュンとするような
疑似体験に近いやつ、疑似体験に近いじゃない、疑似体験的なものを送ってきてくれたらいいんじゃないでしょうか。はい、続きまして、はい、生徒会ネーム観音さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。生徒会役員どもの公式ツイッターがあると聞いて、ほう、ツイッターを始めました。まだ使い方がよくわからないので見つけられていないのですが、皆さんの中にツイッターをやってらっしゃる方はいますか？よかったらフォローしたいのでぜひ教えてください、だそうです。おー、ツイッターね、やってますよ私。おー、はい、生徒会役員どものツイッターがあるのも知ってます。つぶやいとる、つぶやいてますね、はい、あれって一日どのぐらい、まあまあピンキリだろうけど、うん、どんな風にどんなことをやってるの今。なんかまあ一番みんなが多分やってるのは、うん、まあ今なんか焼肉を食べてるナウとか。そんなことです。だからブログとかでわざわざ記事に起こすほどのことじゃないことをつぶやいてて、うん、なんかあで、まあ、タレントさんとかがそういうのをやってるのを見るとファンの人とかが、あ、じゃあ僕も今日焼肉にしようみたいな、まあ、そういうささやかな日常会話を楽しんでるみたいな感じじゃないですかね。うん、あとは宣伝の場に使ったり。ああ、なるほど、ね。ちょっとやらしい話なんですけどね。何それ何キャラなのごめん。あ、でもこの間、うん、そのピカシャちゃんの、うん、と大亀さんのラジオに出たんだけど、うん、その時にツイッターでつぶやいてくださいよって言われたから。あ、番組でツイッターやってるってことですよね。終わった後2個ぐらいつぶやいたよ。おー、うん、私もあの番組いた時なんか番組中にやった記憶があるな。そうなんだ、うん、へえ、私面白いよねそういうのもね。ねえ、うん、なんか、はい、あれだね、人のが見られるんでしょ。そうなんです、人のつぶやきも見られるんだもんね、はい、なんかこうラジオとかやってて、うん、それがリアルタイムで見れるっていうのはすごいよね、うん、ああ、そう、ラジオで使うっていうのはすごい面白い使い方だなと思いますね。ね、うん、あ、その生徒会役員どもの公式ツイッターの名前が、あ、はい、生徒会0428だって。お、生徒会0428。SEITOKAI。うん、0428。なるほど。じゃあこれで、うん、この文字を、友達検索とかで検索をすると、うん、生徒会役員どもの公式ツイッターにたどり着くことができるというわけですね。そしてフォローしてほしいぞと。はい。公式ツイッターってどういうこと？誰がやってる？フォローって何そもそも。あ、そっか。フォローっていうのは、フォローってなんて言ったらいいのか未だに難しいんですよね。なんか、やばいこと言った時に、はい、そんなことないよ、みたいなこと。違うんです。残念ながら。食い気味っていうか、かぶり気味。やばいこと、やばいこと言う前提の、なんか、メディアになっちゃうじゃないですか。興味ある人のつぶやきを、すぐに聞きたい、うん、見たいっていう人が、ブックマークみたいなもの？あー、ブックマークのもうちょっと、デスクトップに直接届くみたいなやつかな。なんだろう、チャットでもないんだけど。あ、じゃあちょっと全然わかってないからあれなんだけど、はい、じゃあ朝ポンのツイッターを僕が見つけました、はい、でそれに俺が朝ポンスイカってなんだよみたいなことを、はい、例えば、はい、送ることはなんていうの？それは、まあ、普通に返信って言いますね、それは、うん。で、返信するだけだったらフォローしなくてもいいんですけど、うん、要は、例えばなんですけど、うん、私がじゃあ、浅沼さんに、私のつぶやきを見て欲しかったりするとするじゃないですか。うんうん、で、私が、で、浅沼さんをフォローしに行って、うん、フォローしましたって言うと、うん、あ、フォローしてくれたんだ、下田さんって人がフォローしてくれたんだ、どんな人かなって思って、私のページを見に来てくれた時に、あ、面白いことつぶやいてるなって思ったら、僕もフォローしようって言って、で、今度から私がつぶやいたことが浅沼さんのトップページにリアルタイムで表示されるようになる。そういうことか。分かった分かった分かった。分かりましたかね。分かった分かった分かった。分かった分かった。うんうんうん。あれみたいなもんだ。FC みたいなもんだ。あ、そうです。もうそれやってないからよく分かんないけど。友達になってる人の日記は見れたりする。あ、そうです。フェンクシーの前みたいなものでございます。なるほどね。はい。じゃあ、例えばさ、はい、相当な数フォローしてたらさ、はい、相当なのが来る。もうやる人はやるし、もうこういう人、例えば知り合いしかやらないって決めちゃって、うん、っていう人もいるし、それはなんか自分で結構境界線とかを決めてやるって感じですかね。私今1万2000人ぐらいですかね。はぁ ?29 分49秒になりました。突然ですが、生徒会ネーム、元生徒会役員だともさんからいただいた、
大人の慣用句。月とすっぽんぽん。月とすっぽんぽん。以上、29分49秒の時報でした。1万2000人ぐらい、ね。はぁ、すげぇ。でもみんなすんごいんですよ、もう。ね、ドームライブできるじゃん。ツイッターでね。本当だ。うん、まあ、生徒会のね、ツイッターがあるそうなので、ちょっと覗いてみてください。はい。うん、はい、なんか、いい情報がすぐに入ってくるかもしれませんからね。ですね。はい、うん。なんかね、いろいろ他にもね、メールが、はい。いっぱい来てるんですけど、はい、なんか、オーバールーさんっていう方から、はい、女性の露出を注意するには、はい。どうしたらいいかっていうのが来てるんです。まあ、まあ、詳しく言うとですね、はい、上司がですね、はい、女性の上司さんが、夏になるにつれ、どんどん露出が増えていくと。はい、で、暑いからね。しょうがないね。私も健全な男の子なので、どうしても意識しちゃうんだけれども、うん、かといって、うん、意識してると思われたくないから、うん、ちょっとすいません、それ、とも言えない。ああ、難しいね。何見てんのよ、みたいにね。そう、なっちゃうからね。うん、かといって、こう、なんか、上司だからさ。うん、そうですよね。後輩だったら、お前、ちょっとお前、肌出しすぎだよ、みたいなこと言えんのかもしれないけど、うん、上司だから言いづらい。どうしたらいいですか、だって。これ難しいね。難しいよね。だって、その相手にさ、自分のことがね、意識してるって思われないように、注意、ね。自分もさ、言われたらどう？おはぎちゃんとか。後輩にさ、事務所の後輩とかに、ちょっとやはりさん、ちょっと、ねが、みたいなこと言われたら、あ、こういうの嫌って聞いちゃうかも。こういうの嫌あ、今、キュンとくるかもよ、それ。すごいな、キュンときた。ね、今いいよね。よかった。こういうの嫌って。こういうの嫌。こういうの嫌で、うん、あ、ちょっとって言われたら、あ、じゃあごめんが。でも、ちょっとって言われたら、傷つくけど。え、だって自分、うんが何とも思ってないから。今ね、うん、リスナーさんにはちょっと伝わってないと思うんだけど、うん、こうやったよね。手をこう広げて、こういうの嫌って。え、何私こういうの嫌こういうの嫌って。いや、だってイメージ、だって、アシャポンがさ、イメージ、うん、だってすごい、何キャミソールかなんか着てたわけでしょ。そうですね。うん、こういうの嫌って。なんていうのこうなるじゃん。なるじゃん。もっとご覧みたいな。逆に、どういう。ちょ、あさみさん、ちょっとそれ、パンツ見えそうっすみたいな。見えそうなんだよ、もう。短いんす。何見たいの見たいの、ちょっと狙おうとしてどんずりしちゃったみたいな。逆に食われそうみたいな。怖い横島先生みたいになっちゃった。今ちょっとね、失敗しちゃったね。ちょっと失敗しましたね。どうしようだ。なんて言えばいいのねえ、どうしたら、言えないから、はい、エアコンを。ガンガン寒くするってことです。寒いから脱いでらんないっていう。そうそう。北風と太陽の逆バージョンです。いい手だ。本当だ。そうだよね。言わなくてもいいし。うん、確かに。そうそう。自分も着ないといけないけどね。なそうだね。うん。うわ、まあ、最近は暑いからね、なんかエコって言ってたら死んじゃうような暑さの時もあるんでね。はい。まあ、試してみてください。本当か？はい。というわけで、まだまだメールは、どしどし、毎週これ、募集してるんでしょ？してます、してます。はい、いっぱい送ってください。はい、お願いします。それでは、生徒会からの報告です。テレビアニメ、生徒会役員どもは、東京 MX テレビ、サンテレビなどにて絶賛放送中です。各放送局、オンエア時間は、アニメ公式ホームページでチェックしてください。エッチな動画見る以外にもパソコンの使い道ができたね、タカニ。須田。見てないって何言ってんだよ。トリプルブッキングが歌うオープニング大和なでしこエデュケーションとアンジェラが歌うエンディング青い春が発売中。どちらもいい曲ですのでぜひ買ってください。それから DVD とブルーレイの一巻が本日8月4日発売です。8月4日だからパイ寄せの日ですね。会長がいなくてほんとよかったわね。妹が大変迷惑をおかけしました。すべての最新情報は公式ホームページでこまめにチェックしてください。公式ホームページは生徒会役員どもで検索するとわかりますよ。はい、今日もね。なんでちょっとそんな微妙なテンションになってんの？ね、ほら、実験いっぱいやったじゃん。やった。楽しかったね。楽しかった。魚人とキスしたりね。なんか不思議だね。初体験ですよ、本当に。本当だよ。ね、でも本当に、あれ、なんかこの二人、で、こうね、突っ込んで、うん、大丈夫か、朝ぽんは暴走しないか、
と思ったんだけど、うん、大丈夫でしたね。よかった。だったね。本当大丈夫でした、うん、逆に、ね。大丈夫だったよ。大丈夫でした。大丈夫でした。大丈夫だったようでございます。はい、なんかね。はい。あの、お仕事しなさいと。そう、あ、そうなんです。仕事仕事。今週もあります。あの、グッズの紹介をですね、うん、したいなと思いますけれども。お仕事ですね。よこしよこしよ。ではですね、うん、ここにまたもや見本が。ガサガサガサ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。おばちゃん、おばちゃんいろいろ持ってきたからね。今日おばちゃんなんだ。まずはですね、こちら。T シャツやっぱ青い人じゃないですか。あ、ごめんな、なんかちょっとクオリティがあれだけど、まあ、クオリティ、はい、そんな先週とそんな変わんねえよあれ本当に先週もうちょっとできてなかったから、まあ、いいや、はい、というわけで T シャツです。ここにね、うん、日本が今やりますけれども、これあれだ、色違いだね。うんとね、水色と白があります、ね、色違いというかデザインが違うじゃん。あ、違う違う違う、これね、表でこっちが裏面なの。そうなんだ。そうなんだ。そう、そうなの、そうなの。表だから、あの、うん、表に、あの、彼らが会長がいらっしゃいまして、うん、後ろがね、あの、王祭生徒会って書いてあってね。うん。あの、あれだよ。体育祭の時にクラスで作るみたいな。そうそう。クユー T シャツ。クラスに、ね、みたいな感じ。はい。36分00秒になりました。突然ですが、生徒会ネーム北笠さんからいただいたあそこに響く言葉。朱印船貿易、朱印船貿易、朱印船貿易。以上36分00秒っていうことでした。これみんな白と、白とクスブルーだね。うん、なんでそんなちょっとおしゃれな感じで言うの。クスブルー？じゃあ水色でいいじゃんね。なんで？最低だよ浅沼さん。どういうこと？今になって暴走し始めたぞ。はい、気をつけて。次次次、はい、紹介して。ちょっと待って、次がね、何？ステッカー。大丈夫、誰かにやれって言われてんの。ステッカー。これね、うん、ちゃんとね、うん、これがね。あんなところやこんなところに貼ろう。生徒会公認ステッカーすぐ剥がせるの。それはこれはね、すぐ剥がせるよ。うんと ね、どうなってんだこれ、うん、あ、そうなの。うんとね、うん、2枚入ってるね。大きさ的にはどんぐらいですかそれ。大きさはね、こんくらい。こんくらいわかんねえよ。なんかね、韓国のりぐらいの。韓国のり韓国のりだっていっぱいあるよ。切り方によって大きさ違うよ。どうしよう、なんて、なんて言うのね、これ何これ、これは、あの、あ、人差し指を、うん、あの、なんか立てた時みたいな。高さが、ね、高さが人差し指で、ね、うん、横が、親指ぐらいじゃない？親指分ぐらいです。うん、あれ、あれじゃん、肩こりの時に貼る湿布ぐらいの大きさ。ああ、それだね。うん、あと、カイロとか。ああ。じゃあもうそれでいいです。なんか悔しくなってきた。なんでまだ行こう。俺正解出したのになんで怒られんの。次行きますよ。次がですね、はい、ストラップ。よく頑張った。よし、お疲れ。よく頑張った。後でドラえき使ってあげるからね。これね、あのね、ちゃんとね、シノ、アリア、スズ、3人分。じゃじゃーん、3種類。ほんとだ。副会長ねえの。ほんとだ。そうだね。高年がない。待って、ここにね、うん、商品名、ストラップ3種類って書いてある。うん。まあね、残念。ないみたいだね。まあね、ミニタオルの時もなかったからね、どうせそんなことだろうとは思ったんだけど。ドマイ。あ、でも、うん、出来がすごく良いですね。めっちゃ、めっちゃ可愛い。これちょっと私今日お持ち帰りしていいのかな。シノが、ね、いいな。シノがブルーで、アリアが、アリアがピンク、ピンクね。スズが、スズはこれ黄色、うん、黄色だね。カレーの色だ。あ、お持ち帰りあり、うん、じゃあおめでとう。もらって帰ろう。これはじゃあヒヨとシュガにあげよう。あれがついてんだよ。いいな、あのディスプレイ拭くやつ。あー、そうそうそう、これなんていうの、クリーナーってものがありちゃいますよ。これでいろんなとこを拭くわけですね。いろんなところを拭くわけよ、うん、拭いちゃいますか。拭いちゃいますよ。でもお高いんじゃないですか。あら、値段はまだ分かんない。どうなんだ、分かんない。そこは、まだ分かんない。そこはまだちょっと分からない、はい、予定日教えて。予定日、そうなんです、うん、ではいきますよ。Tシャツの、はい、予定日、予定日じゃない、発売日がですね、うん、8月12日、はい、で、はい、ステッカーがですね、うん、あ、これ同じだった。8月12日、同じ T シャツと同じ日です。先週紹介したマウスパッドと一緒。あ、そう、本当だ、ドーンって。そう、そうね、先週あれしたあの、あれと同じですよ、8月12日。そしてですね、この3人が可愛い、ストラップ
がですね、うん、これがねちょっと遅いんですけれども、うん、9月9日発売となっております。もうねいろんなところにブランブランさせたらいいんですよ、うん、もうブランブランしていっぱい吹いてください ねどこにぶら下げるかはあなた次第お、ね、うん、はいはい、仕事終わった、仕事終わったぞ私もうね、よしちょっと片付けようかね、そうだね、猫型な声を出さなくてもいいわけだね、もうちょっとさ、これもちゃんと最後まで食べてよ、食べましょう、僕も食べましょうね、僕はママ食べなよ、やだよ、パパ次食べるから、いただきます、やだよ、別にダイエットしてるわけでもねまあね、ちゃんとそれちゃんと食べて片付けてから帰りなさいね、はい、本当にもうもちろんもう困るわ、うん、この子たち、はい、というわけでそろそろ帰りましょうか、はい、お相手は津田貴俊役の浅沼慎太郎と津田こと都の下田あさみと萩村鈴役の矢作さゆりでした。次回の更新は8月11日になります。それでは皆さん来週も全裸で会いましょう。最後まで猫型ロボットバレた？バレた？